一の長谷川紗陸のファンクリア。コガレブレイジュン決勝ファーストレフマヨルカホームでの試合、アジアカップから復帰したばかりの久保建英は早速先発フル出場。71分に久保は左サイドを突破し、ゴールライン際からグラウンダーのクロス、ドフリーのサリクの足元に届いたものの、サリクのシュートは無情にもゴールの遥か上。サリクナに笑ってんねん。サリクこういうの多いな。まさにサリク劇場、さすがに久保からのあのパスをあれだけ枠の外に飛ばせるのはある意味才能だろう。倉敷さんも呆れてて笑。倉敷さん笑わら。久保は一回サディクにぶち切れていい笑、何回外されたよ笑。サディクはソシエダ版のちょっとスケールアップした浅野みたいなもんだからな。普段は簡単なのも外すダメさで、球のゴールはゴラッソ。久保にアシストくらいできたのに、サディクがことごとくシュートじゃなくてクリア。サディク点決めないくせにラストパス出さないからな。せっかく代表から帰ってきて安心したと思ったらこれが始まったか。サディクがサディクしてて安心したわら。竹を帰り。